あいさ調子は赤いちょこいちょです赤いちょこいちょですみたいなウォッカです、ウォッカです。皆さんいつもご視聴していただいてありがとうございます。まあね、結構ドジばっかりしてますよね。今日ですね、オレンジカウンティっていうところに、まあ約1時間ぐらい、こう車でね、私の車でミスタージミーさんと一緒に、モーターパラグライダーのね、フレームを取りに行きまして、まあ往復でね、まあ、約1時間、いや、2時間半ぐらいですかね。まあ向こうで、デニーズっていうところで、食事なんかしたりして、まあね、ジミーさんがフレームとかね、いろいろ手配してくれて、今日ね、またジミーさんのお家でいろいろ部品とか全部外して新しいフレームにこれ取り付けれることができました。まあ、ミスタージミーにはね、ほんと感謝感激や、アメアラリーっていう、ハッピーハッピーっていうやつなんですけど、友達ってありがたいですね。まあもうね、ほんとありがたいなとかって思います。で、まあ今日ね、ちょっと久しぶりにこう、コメントもね、いっぱいいただきました、ありがとうございます。大変な事故だったんだねとかっていうことね、まだね、見てない人がいるかもしれませんので、まあね、あまりいいことではないんですけど、ちょっとね、地元のテレビに事故した時のねやつがちょっとあるんで、ちょっとこれを見ていただきましょうかね。Glider is taken to the hospital after falling out of the sky on the north side of Fiesta Island. This happened earlier this afternoon with police saying a man in his 60s fell about 20 feet while operating a powered paraglider. A witness and fellow paraglider said that the man experienced a stall where his parachute just came out of the air. He said that he was in, this other guy was in the air as well at the time, and credited nearby people for calling 911. Well, this sport is an up and coming sport.今映ってるのがジミーさんですね。And practice makes perfect. You know, there's old pilots and bold pilots. No old bold pilots. And as long as we keep, you know, safety at, you know, in mind, this sport will be around for a long time. All right. Well, first responders took this man to a hospital, but we have not gotten an update on his condition at this time. まあこういうことだな。地元のテレビに出て、まあ、ミムメモハヒフヘホっていうやつなんですけど、まあ、生きていてよかったっていうやつですね。まあね。で、もう約、そうですね、満5ヶ月なりますね。事故してから今日まで。ちょっとね、もう6ヶ月目にこう、入っていってるんですけど。で、フレームをね、こう、がポキってやっぱりこうくの字型にこう曲がってた、それをねこう新しいのに直して、まあ的のね新品みたいにこうフレームがなったんで、まあね、それをどうしようかな、売ってガソリン車をまた買おうかなとかって、ガソリンのねエンジンのやつを買おうかなとかっていろいろ思ってるんですね。ただね、兄弟とか親戚とか友達とかにはね、あんまりね、大きい声で言えないんですけど、そこはね、調子が戻ったらまた飛びたいなとかっていうのはありますね。まだどうなるかわからないですけどね。ただ、ほんとね、こう車が狭いんで、こうジミーさんのお家にね、その僕のパラシュートと、まあいろいろもろもろ壊れたものとかね、それをこう彼が保管してくれて、でまたフレームとかの手配もしてくれてね、で今日また一緒にこうアッセンブリーしたんですけど、修理をしたんですけどね、それもジミーさんがね結構ほとんどやってくれてね、いやー、まあほんといろんなね人たちの助けでね生きてるんだなーとかって思ってますね。まあ今日はまあね、お友達っていうのはほんとありがたいなーとかって思いますね。
まあですからね、まあ世界にね、一人では、一人しかいないんですけど、自分自身っていうのはね、昨日の話の続きになると、まあ、全てのね、人たちが、こう、それぞれがね、やっぱ、それぞれが世界一でね、天才で、それぞれが主人公で、お互いにこう、助け合って生きてるんだなぁ、みたいなことをね、またひしひしと感じる瞬間が今日またありましたね。本当ありがたいなとかって思いますね。まあね、無事このあれができて、あとね、プロペラをね、また買わないといけないんですけど、今までのやつはね、3つついてたプロペラなんですけど、まあ2つの羽のやつもあるんですね。まあ3つのやつがね、まあ400ドルですから、約まあ4万5、6千円。まあ2枚目のやつがですね、まあ約3万円なんで、3万円、約300ドルなんで、そうですね。まあ3万4、5千円するんですけど、まあ3つブレードにしようか、2つブレードにしようかって、まあプロペラですね。すいません。にしようか、今迷ってるところなんですけどね。ああ、岐阜警報ですね。まあ、いろいろね、ほんとこう、なんて言うんですかね。いろいろありますね。まあ、そういう風なね、振り返ってみて。まあ、今もね、こう、ちょっとまだ足が、とか、腰がとかね、もう最初の頃はもうほんと大変だったですね。おしめとかね。おしめてたらなんかちょっと、ダイパーとかね。それを自分で交換するのも大変でしたしね。ああ、UAO ですね。まあ、病院の中でもね、考えてみると、いろんな方々、看護師さんとかお医者さんとかね、いろんな方々にね、ご迷惑をおかけして、まあ、助けていただいたっていうことですよね。まあ、レントゲンやら、何やら、鍵やら、検査がね、いっぱいありましたね。毎日、こう、夜中もね、こう何回か来るんですよね。血圧を測ったりとか、テンパチャー、温度、体温を測ったりとかね。薬とかね、何時間おきに薬飲みなさいとかって言って。まあ、いろいろありましたね。まあね、まあ特にクリスと、こう、ジミーさんとかがね、まあ、またね、港の人とかね、いろんな方、ミスター K さんとかね、ね、ミスターN さん、S さんとかね、いろんな方々、まあね、YouTube をね、ご覧になっておられる方々、それとね、クラハの方々もね、いろいろこう、声掛けをしていただいて、気を使っていただいてね、おかげさまでね、ほんと毎日少しずつ少しずつ良くなってまして、4年後はね、オリンピックを目指してるっていう、違うか。まだね、まだっていう言い方おかしいですね。まあもうほんとね、もう毎日少しずつ少しずつ良くなってきてますね。ほんと。4年後にオリンピックに行けるんじゃないかって言えるなんですよね。違うか。勝手にすればみたいなやつですか。まあね、言うのもタラだしね、税金もかからないですからね。まあ言いたい放題なんですけど。まあでもおかげさまでね、またいろんな新たなことにね、チャレンジできるんじゃないかなとかって思ってますね。まあ焦らずにね、まだね、やっぱりこう走ることがちょっとできませんし、まだ空を飛ぶことはね、当分はちょっと難しそうですね。まあね、でもこういろいろね、こういろんなことにこう、安全っていうのはより一層ね、気を配りながら、こう、反省っていうか、こう、原因ね、なぜこう、起こったのか、みたいなことを、こう、原因の究明とかね、いろいろしながら、こう、ね、またいろんなことにチャレンジしていきたいな、とかって思ってますね。そうですね。まあね、毎日がチャレンジですよね。自分の心のバランスをね。まあ私においてはこう心のバランスを毎日取っていくっていうなのがね、かなりチャレンジングだと思いますね。最近はね、まあこういう
ノートとかね、かなり役立ちますね。こういうノートとかね、自分の、心のバランスを取る。何を考えてるのか、みたいなね。いろんなことをね。まあ、絵もね、含めてね、いろいろ、あ、これはこうしようとかね。この車の中のあの、デザインなんかもね、まあ、モーターパラぐらい。下手な絵なんですけどね、いろいろこうした方がいいとかああした方がいいとかね、あのノートをしたりして、で最近はね、あのまあ何度も同じこと言ってますけど、あの自分にねお声掛け、まああの分かりやすく言うと分かりやすく言うと独り言なんですけど、まあでもね、こうお声掛けっていうとなんかあの指差し確認みたいなな、あの技術のあの車の運転とかね、左よしとか右よしとかね、そういう形でこう確認したりすることによって、こうより一層あの注意力が増したりとか、自分自身の持ってる能力をねこう高めることができたりすると思うんですね。だからその独り言っていうとちょっと聞こえが悪いんで、こうお声掛けみたいな形で自分で自分のね、こう心のバランス、こうなるべくこうハッピーにね向かっていけるようにっていうことでね、まあこれから私の人生のチャレンジだと思いますね。あとやっぱりこうなんていうんですか、健康寿命っていうんですか、まあなるべく病気にならないように、なるべくこうなんていうんですか、怪我をしないように、でまあできることって言ったら、こう食べ物とかをね、こうちゃんとっていうか、まあ、 あのなるべくこうあの理想の食べ物みたいなのにね、無理しないで、何でも無理したらな、ちょっとうまくいかないっていうか長続きしないと思うので、こう無理がないようにこう自分自身をねこう励ましながらね、そこに向かっていきたいなとかって思ってますね。まあですからもう、こう、チャレンジチャレンジ、毎日がチャレンジチャレンジですよね。もう変わり映えがしないのがね、ちょっとまた大きなチャレンジになったりするんですよね。なんか押しつぶされちゃうっていうかな。何も変わってないじゃん、何も成長してないじゃん、みたいな形でね、自分で、こう自分をこう見下げてしまったりすることがあったりして、こう心のバランスっていうものがね、取りづらいことって私は結構あるんですけど、皆さんいかがですかね。結構心のバランスっていうの取れてますかね、心のバランス。まあそれであったらね、こう本当いつも笑顔でね、ハッピーハッピーでね、入れると思いますね。だからなるべく心のね、こうバランスを取るために、まあ自分で自分にお声掛けしたりとか、まあいいことを探したりとか、今できる小さいこととかね、食べ物でもこうこれはちょっと控えようとか、まあね、自分が今やってることっていうのはこうあの加工食品ですね、まあラーメンやら冷凍食品やら、あのうどんやら、こうなるべくインスタントのものとかはなるべく避けるようにしてますね。あとそうですね、甘いもの、砂糖類とかね、なるべく甘いものを食べたくなったら、こうフルーツとかね、ピーチとか、まあ、タンジュリンとか、こういろんなそういうこうフルーツ、バナナとかね、そういうのからなるべく取るようにしてますしね。もうそれだけでもね、かなり自分、別に体重を無理して落とそうとかって考えてなかったんですけど、それも結構ね、落ちましたしね。あと、お水をよく、なるべく、よくっていうか、なるべく、あの、無理しない程度に、自然な形でね、なるべく飲めればいいかなとかって思ったりしてますね。まあ今日はそんなところで、まあ事故をしてね、それをこうぐしゃぐしゃになっているやつをフレームを変えて、またね、あのビシッとすることができたっていうやつですね。どうも皆さんご視聴ありがとうございます。あし、また野菜、またベジタブル、ピッ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 。